エジーディオロムワルド・ドゥーニは、イタリアの作曲家。ナポリで学んだ後、イタリア、フランス、イングランドで活躍し、イタリア語、フランス語でオペラを作曲した。ドゥーニは、イタリア、マテーラに生まれた。彼に、音楽教育を施したのは、父のフランチェスコ・ドゥーニと二人の姉であった。彼は9歳の時に、サンタ・マリア・ディ・ロレート音楽院に入学を許された。 音楽院では、ペルゴレージ、パイジエロ、ド、ビンチや、その他のイタリアオペラの巨匠に学んでいる。ドゥーニが最初に成功を収めたのは、1735年に、ローマの祭りで上演されたオペラ、ネローネであった。その後ロンドンで1737年に、デモフントを発表、イタリアに戻ってからは1749年に、パルマの学長に就任した。 後年フランスに拠点を据えたドゥーには、オペラコミックの前身となるコメディーメイレイティー、アージェットの発展に重要な役割を果たした。その過程で、彼が発表した作品には、レパントル・アモル・デ・サン・マデル、ラフェイ・アージェル、エル、エコール・デ・ラ・ジュネスなどがある。ドゥーには、パリに没した。ありがとうございます。